はい、どうも皆さんこんにちは、おたまです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。本日は α7-4 のね、2ヶ月間のレビューを動画で話していきたいと思っております。まあ、こんな感じで、α7-4 はですね、すごいつぶらな、瞳で、よくねぼかして綺麗な、ね、写真や動画を撮ることができます。それでは見ていきましょう。はい、ということでね、こちらが α7-4 になります。2ヶ月使っていまして、非常にねこのカメラ買ってよかったと思っているのですが、まあ、中にはですね欠点とかもあったりしますし、まあ、いいところ悪いところたくさんあるので、そこをね、あくまで僕にとっての意見となりますので、一つのね意見として参考にしていただけると嬉しいです。それではですね、いいところ全部で、5つあります。で、悪いところ、まあ、微妙なところかな、3つありまして、それを話していきたいと思っております。まずですね、いいところ、3300万画素、まあ、ちょうどいいっていうところですね。非常に3300万画素はですね、データの重さとしても扱いやすいですし、やっぱりこう広く撮ることはねできたりするんですけど、まあ、それでクロップしていけば、まあ、ある程度後で調整ができるっていうところで、まあ、写真が破綻しない画素数っていうところが、非常にねいいなと感じました。ちょうどいい。そして 7K オーバーサンプリングの 4K が本当に綺麗です。3300万画素あるとですね、やっぱりこう 7K の映像をねこう 4K にしたりするので、多少拡大したぐらいだったらね、もう全然綺麗な映像になっております。そして、フォーカスブリージング補正、純正の、選ばれたレンズしか、フォーカスブリージング補正っていうのはできないんですけど、まあ、それでもね、僕の持っているこのソニー FE1.8、のF1.8 20mmG とか、あとね 16mm、1635mm の F2.8 のこのレンズとかはね、対応しているので、これがねフォーカスブリージング補正っていうのは素晴らしいかなと思っております。そしてね、意外とね、僕前使ってたのが α7S3 っていうカメラになるんですけど、それがですね、まあ、今回の場合、3300万画素なので、1200万画素のね高感度撮影ができる α7S3 よりも夜間のねノイズが結構ひどいんじゃないかなっていう気もしてたんですけど、意外とね、まあ2ヶ月使ってみてノイズは気にならなかったですね。まあ、もしかしたら、画素数が多い分なんかそのノイズ自体も細かくなっていて、ただこう人間の目として捉えた時にそんなに違和感がないだけなのかもしれないですね。そして、最後ですね、撮影モードの切り替えが便利っていうところです。ここ、皆さんご存知だと思います。これいろんな人が話してると思うんですけど、この撮影切り替えのレバーですね、これが非常に便利です。僕は写真や動画もね、同時並行して撮影したりすることが多いので、まあ、ここ1個で切り替えられるっていうのは非常に楽かなと思います。ただまあ S&Q の、切り替えレバーは正直なくてもよかったかなっていう気もするんですけど、まあね、まあでもない方がいいんじゃない？ぶっちゃけさ、ここで切り替えるときに写真か動画どっちかでいいのよ、切り替えるときって。そんな S&Q を、まあ、スロー&クイックって頻繁にね撮るものじゃなかったりするんで、ここでねわざわざ切り替える必要は個人的にはなかったんじゃないかなっていう気もします。まあ、そうしないとね、あれ写真撮ろうと思ってレバー押しすぎてスロー&クイックになっちゃったみたいな事故があったりするんで、まあ、そういうところがなくなるんじゃないかなと思います。以上がですね、良かった5つの点になります。これからですね、微妙なところをちょっと話していきたいと思います。すいません、説明が難しかったのでちょっとここだけアフレコで入力しています。 α1 であったりだとか α7S3 などでも使えるフレキシブル露出モードっていう機能があるんですけど、これはですね、屋内から屋外へ移動した場合などの露出が急激にね変わる場面で、マニュアルで動画を撮影している場合でもワンボタンで ISO や F 値をオートに切り替えられる機能になります。でこの機能を活かすためにはカメラの速攻の性能が高くなければいけないんですけど、 α7-4 の設定でマルチ速攻時の顔優先をオンにしても、逆光の環境では顔検出の性能が低くて
顔に合わせた ISO や F 値に自動で変更してくれないっていうものになってます。まあ、つまりフレキシブルモードの意味がなくなってしまっているのと、まあ、つまり逆光時においてまたは暗所での顔検出にまだ伸びしろがあるっていうことになります。まあ、これがね、僕が α7-4 を使っていて、例えばそのトンネルの中をこぐったりだとか、まあ、いきなりねこうホテルに入っていくシーンだったりとかだと、要するに顔がねこう外の光が入ってくると逆光になっていて、人間の顔のね露出に合わせてくれないっていうところが、まあ、すごく僕は微妙なところだなって思いました。そして 4K60 フレームの 1.5 倍クロップモードですね。まあ、これ前 α7-4 のレビュー動画ファーストインプレッションで、まあ、あんま気にならないんじゃないかなみたいなことを言ってたんですけど、気になります。うん、もろ気になります。でなんで気になったかっていうと、通常の 1.5 倍だったらまだ許容できるなって思ってたんですけど、手ブレ補正のアクティブ手ブレ補正をしている状態と、あとねこのフォーカスブリージング補正っていうのはどうしてもやっぱクロップお互いにねされてしまうので、 1.5 倍になりつつフォーカスブリージングでさらにいって、さらに、アクティブで倍になっていくと。はい、これ別撮りで収録しております。これがですね、4K の 30p で撮影している 20mm のレンズの画角になります。ここからですね、スーパー 35mm になる 4K60p の映像に切り替えたいと思います。それでは行きましょう。はい、これが 4K の60フレームの映像の撮影になります。先ほどよりも画角が狭くなっているのがわかると思います。もともと 20mm なので今広いなって感じるとは思うんですけど、まあ、すでにこれでね 35mm の画角になっています。まあ、この状態だったらねまだマシかなっていうふうには感じるんじゃないかなと思います。次がですねフォーカスブリージング補正をオンにしていきたいと思います。はい、これがフォーカスブリージング補正オンになった場合の画角になります。さらに画角がキュッと縮まったんじゃないかなと思います。これになってくるともしかしたらまあ 40mm ぐらいになってるんですかね。でここからさらに、アクティブ手ブレ補正を追加していきたいと思います。はい、こちらがアクティブ手ブレ補正をさらに追加した場合の、映像になります。一番最初の、20mm の画角と、比較した場合にかなり違うと思うんですよね。まあ、それぞれ比較していきますが、皆さんこれどう思いますか？まだかなりね使いづらいっていう部分出てくるんじゃないかなと思います。ましてやね今僕は 20mm の画角を使っていますが、人によってはね、まあ、こういったレンズたくさん買えない方もいたりすると思うので、やっぱりね、こうやって画角が狭まってしまうのは表現の幅も縮めてしまうと思います。さすがにね画角狭すぎですね。なのでやっぱりこの 4K60 フレームにすると、まあ、1.5 倍クロップっていうのはすごく弱点に感じましたね。最後、バッテリーの減りが早いことです。僕が前使っていた α7S3 に比べるとやっぱりねバッテリーの減りが圧倒的に早いと感じます。なんだろう、こうつけてる時にこうみるみるパーセンテージが減っていくっていうのはありますね。まあもしかしたら初めてのね α7-4 の人とかだとそんなに気にならないかもしれないんですけど、まあ、僕はね、少なくとも α7S3 を使っていた時代の記憶があるので、それと比較した時に圧倒的にこうバッテリーの減りが早いなっていう風に、感じました。以上がですね、3つ、α7-4 の微妙な点になりました。皆さんいかがでしょうか？もうすでにね α7-4 を使っている方、同じような、もしかしたらもう悩みがあるかも知れないんですけど、ぜひねそういった方はね皆さんの意見コメントしていただけると嬉しいです。またね、これでから、まあ、α7-4 買おうか迷ってる人とかがいれば、ぜひね、こういうところどうですかとか、聞きたいことぜひコメントで気軽に聞いてください。普段からですねカメラについてのお話であったりだとか、まあ、たまに Vlog トーク動画撮っております。ぜひともご興味ある方他の動画を見ていただいて高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。